ポトシは、ボリビアの南部にある都市。ポトシ県の行政府所在地。ボリビアの首都ラパスから南東に約440キロメートルに位置する。アンデス山無役中の盆地にあり、標高約4000メートルと人が住む都市としては、世界最高地点である。高山地域の上乾燥気候であるために植生には、乏しい。インディオの特徴を強く持つ人が多く、チョリータが多い。 ケチア語を話す人が多いが、スペイン語を全く返さない人は、近年だいぶ少なくなってきた。スペイン以前の状況は不詳であるが、町は1546年に鉱山町として設立された。人口も一時は20万人を数えた。労働力として、アフリカ人奴隷も連れてこられている。スペイン統治時代に、金、銀を多く産出する鉱山が開発され、4万5千。 トンの銀などを産出しししたた。が、19世紀にはすっっかり枯渇してしまった銀の枯渇に加え、19世紀初頭の独立に伴う戦乱で荒廃が進んだ。その後、19世紀末からは鈴が大量に採掘されるようになり、鉱山の活気も復活したが、現在では鈴もほぼ枯渇している。しかし、現在も主に手彫りで作業を続けている甲府がいる。 1987年、セロリコ銀山を含め、他の構造物とともに、世界遺産に登録される、奴隷制度の象徴として、負の世界遺産にも数えられている。欠片の気候区分では、温帯カウ気候とツンドラ気候の境界にある、町へのアクセスとしては、長距離バスのほか、町の北東に、カピタンニコラス・ロハス空港を有している、市内観光の目玉は、 この鉱山の中に入るツアー、市内のホテルなどでツアーを申し込むと、スペイン語、または英語のガイドが実際の行動内を案内してくれる。鉱山に行く、途中の雑貨屋で売っているダイナマイトを買って、葉っぱの様子を見せてくれることもある。旧貨平成造書は博物館となっている。銀貨などをどのように作っていたか、スペインの当地はどのようなものであったかなどが解説されている。 1545年、スペイン人により発見された銀山。セローリことはスペイン語で、豊かな丘という意味である。以後、スペイン統治下で、中南米三大銀山に数えられるまでになる。しかし、銀の掘削は、生き残った場合は高額の賃金が支払われるものの、強制的に集められたインディオの奴隷により行われた。ティオスペイン語で、ティオとは、おじを指す、一般的な単語であるが、 ポトシの鉱山で、ティオというと、校内の安全を守る神様のことを指す。ポトシの鉱山では、校内の休息所には大抵等身大に近い、男性の胸像、または、立像が飾られている。痩せ型で赤ら顔で髭を生やしており、しばしば角が生えている。これは、スペイン人を鬼に見立てて作られたものだという説がある。このティオにタバコを加えさせ酒を捧げることにより、ご機嫌をとり、 校内の安全を祈願するのである。校夫たちは朝、採掘場所に行く途中で、ティオに挨拶をし、夕方ティオにお礼を言って帰る。彼らは、この間、昼食も取らずに、コカの葉を口いっぱいに入れて、疲労と空腹を抑えながら、作業を続ける。しかしティオは鉱物を一時的にしか供給しない。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。 2014年、キキーサンリストに登録された、ありがとうございます。